甲府商業学校富山県立農学校実習風景私立富山工業学校木工室富山県立商船学校練習船実業学校とは現在の学校教育法に基づく制度が実施される前のかつての日本で義務教育修了者に対して中等教育相当の職業教育を行っていた学校のことである教育を行う職業教育に応じ 農学校、農林学校、工業学校、商業学校、実業学校、商工学校などと呼称した。現在の商業高等学校、工業高等学校、農業高等学校、実業高等学校、総合高等学校などの前身となっている。実業学校は日本において明治時代から昭和時代前期にかけて学校教育法に基づく 現代の中学校や高等学校に変わられるまで存在し男女別学であった。高等普通教育及び職業教育を行っており、現在の職業高等学校に相当した。新生中学校における職業、家庭科、後の技術、家庭科も教育内容を引き継いでいる。入学資格は尋常小学校を卒業していることで、 あった高等が1年修了を資格とした学校や、高等小学校卒業を資格としていた学校も多かった。修行年限は5年。1941年に制定された中等学校令によって、旧正中学校とともに中等学校の一種とされたが、戦後の学生改革まで上級学校への進学に、旧正中学校とは格差があった。 実業学校と類似の学校には女子に対して普通中等教育を行った高等女学校、男子に対して普通中等教育を行った旧正中学校があったが、旧正中学校は設置数が限られたため、旧正中学誘致を断念させる代償として実業学校を設置させた地方も多かった。新生高等学校は、 原則教学となったため、旧正中学誘致が叶わず、実業学校しか誘致できなかった地方で、ようやく普通中等教育を行う学校が設置されたところも多かった。戦後直後は、高校3原則により、旧正の実業学校を母体に、総合成高校の職業系学科を設置した高校が多かった。また、旧制中学校や高等女学校と統合して、 総合性を実現した学校が多かった。しかし、昭和20年代後半から、旧制の実業学校のような、職業系学科を単独で置く、職業高校が復活し始めた。結局は、中小規模の高校を除いて、普通科、単語機高等学校と、商業高等学校、工業高等学校、農業高等学校などに分離して、実業教育は、 専門高校が担うこととなった。学生改革当初の総合性は頓挫したものの、1994年度から普通科と職業計学科とを総合するような新たな学科として高校に総合学科が設けられた。実業学校を経ると、後に旧制専門学校になる高等実業学校や私立大学予科に進学する生徒もいたが、多くは就職し、 地域の農業指導者、技能労働の指導監督者や商業従事者といった社会の中堅となる人が多かった。1947年に現在の中学校制度ができると実業学校の多くは募集停止となり、1948年4月に現在の高等学校制度が発足すると実業学校2年生の生徒は暫定的に 甲新高校の付属中学校の生徒となり、3年生は高新の高等学校へ進級、卒業者のうちの希望者は高新高校へ編入した。ありがとうございます。